こんにちは、なおです。今回は DLC 第3弾にて新しく追加された守護霊ソハヤ、バク、スザク、アマビエ、この4体を紹介していきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。最初に紹介する新しい守護霊はソハヤになります。天地の断りに外れた存在を滅する聖獣で、自身の犠牲を厭わず世を救おうとする者に大いなる力を与えるとされると。ソハヤってドラゴンだったんですね。この聖なるドラゴン、一体どんな能力を備えているのか具体的に見ていきたいと思います。それでは早速ソハヤの守護霊技から見ていただきましょう。このように呼び出すと、前方に向かって上属性のついたレーザービームっていうんですかね、こういったのを連射しまくります。こちら数は私が数えたところ約20発照射されていました。それでは次は敵に向けて実際に当ててみたいと思います。はい、このように呼び出されたソハヤが上属性付きのビームを敵に向かって連射しまくると、これですね、敵が動いてもそれに合わせて自動でこのように追尾してくれるので、非常にね、当てやすくて便利です。動きの速い忍者でもある程度はね、追尾してくれるので当てることが比較的容易です。そして見ていただくと分かる通り、ダメージ量はそうでもないんですけれども、上属性の蓄積量が多いです。ですので耐性を持ってない相手であれば、非常に簡単に上属性やられかけてあげることが可能です。続いては守護霊の加護を見ていきたいと思います。特筆すべき点はやはり混沌の無効化 100%、 これにつきます。大竹丸や両面宿儺に加えて、 DLC 第3弾で新しく追加されたボス、マガユメの鬼なんかはですね、複数の属性攻撃を同時に使ってくるため、非常にね、混沌やられにされやすいです。そういったものを 100% 完璧に防いでくれるこのソハヤ、混沌やられを防ぐためだけに持っておいても損はないというぐらい、非常にね、強力なオプションを備えております。それ以外にも属性の火ダメージを抑えたりだとか、対応戦術がついてるなんていうのもね、非常にありがたいかなと思います。漂着容量も26と多く、さすが DLC 第3弾の最後で追加された守護霊だけのことはあるなといった印象です。最後にこちら、マガユメの鬼を相手にソハヤの混沌やられを 100% 防ぐオプションがどれほど有効か、そちらをお見せしたいと思います。まずはソハヤではなく砲をつけて挑みたいと思います。こちらもね、非常に優秀な守護霊ではあるものの、混沌やられを防いでくれることはできません。そしてこのマガユメの鬼はね、もう至る攻撃にほら、もう混沌やられですよ、あの一瞬でね。こいつはまあ極端な例ではありますが、このようにですね、属性攻撃を複数使ってくる相手には一瞬でね、混沌やられにされます。次はソハヤに変えてやってみたいと思います。さあ、今ソハヤに変えました。これで敵の攻撃を食らっても属性やられに、ね、なるのは変わりませんが、混沌やられになることはないはずです。さあ見ていきましょう。そうですね、今雷やられ、そして炎やられ同時に食らっているんですけれども、混沌にはならないと。これがソハヤの効果になります。先ほどもね、簡単に言いましたが、属性やられ、非属性やられだったり雷やられっていうのにはかかりますので、そこだけご注意ください。私はですので、マガユメの鬼、大竹丸なんかとやるときはこのソハヤをつけるのはもちろんのこと、もう一つね、この金ライフ、これは別途かけるようにしています。理由は、雷やられになると移動速度だったり行動スピードはね、全て落ちてしまって非常に厄介なので、火やられだったり氷やられっていうのはまあなんとかなるんですけども、雷やられだけはね、どうしてもね、一気にこちらの戦力ダウンにつながってしまいますので、個人的にはソハヤの守護霊使う際は雷やられの金ライフだけはね、別途用意しておいた方がいいかなと思います。混沌やられを防いでくれるのはもちろんのこと、この追尾性能の高い上属性ビームで攻撃面にも優れている新しい守護霊ソハヤ、ぜひですね、皆さんも一度お試しいただければなと思います。続いて紹介する守護霊はバクになります。夢を食べちゃうことでも有名ですよね。こちらのバクちゃんなんですけれども、このデザインよく見ると、はい、このように額にですね、黒と白のこの陰陽を表すこんなね、マークが施されたりしていて、非常にね、かっこいいですね。
どんな能力を持っているのか早速詳しく見ていきたいと思います。それではバクの守護霊技使っていきたいと思います。このように麻痺属性の霧をその場に約8秒間出し続けることが可能です。こちらの技は麻痺属性を与えると同時に物理ダメージも与えますね。ただこれが欠点になって麻痺がねちょっとこう溶けちゃったりもします。またこちらの守護霊技は設置型でね範囲もそこそこ広いため、このように複数を一度にまとめて麻痺状態にかけてあげるなんてことも可能になってます。一匹の敵に使うというよりも複数の敵相手をまとめて麻痺状態にかけてあげるときに非常に便利かなといった技ですね。守護霊の加護はご覧の通り陽属性に特化したものになってますね。ですので魔月火を使ったビルドなんかを組まれる方は非常にこのバクと相性がいいんじゃないかなと思います。陽の蓄積量も上がるし、さらに陽やられの敵への近接ダメージも 10% もアップすると非常にね強力なものになってます。アムリタ吸収で高齢の効果を得ることも可能ですので、妖怪化をねメインに使いたい方にとってもおすすめかもしれません。魔月火だったり妖怪化のビルドを組まれる際にはね、こちらのバクちゃんもぜひそのお供として使っていただければなと思います。次に紹介するのはいよいよやってきましたスザクですね。前作にも登場していましたので非常にね助けていただいたっていう方多いんじゃないでしょうか。今作ではそのスザクどのように変化したのか具体的に見ていきたいと思います。それではスザクの守護霊技使っていきます。このようにスザクが自身の周りを旋回し、最後に飛び上がって上から落下攻撃をすると、こういった技ですね。それではね実際の敵を相手に当てていきましょう。いきます。まずは自身の周りをこのように旋回して最後に上から落下してくると、火属性やられのこの蓄積量は結構高いし、この最後のね落下攻撃、こういったのもね何かこう戦法にね組み込めたら面白い使い方もできるんじゃないかなとは思うものの、現状私はねまだねちょっとどこで使おうか迷ってる感じですね。続いては守護霊の加護を見ていきたいと思います。特筆すべき点はやはり体力ゼロで妖怪化発動プラス 60%、 こちらでしょうかね。他にも火属性ダメージを与えると体力吸収 A とか、こういったのもね非常に優秀かなと思います。妖怪からの火ダメージをこれだけでマイナス 8% をさせてくれるのも非常に嬉しいですね。守護霊の加護自体はかなり優秀かなと思われます。ちなみにこの体力ゼロで妖怪化発動、こちらのように玉城に似たようなものが存在するんですけども、こちらは常闇内っていう条件付きなんですね。当然この特殊効果一覧でも体力ゼロで妖怪化発動常闇内、そしてスザクについている体力ゼロで妖怪化発動、これね完全に別のものとして扱われますのでご注意ください。前作でも非常にお世話になった方多いんじゃないかなと思われるこちらのスザク、前作から若干変更になった点もあるものの DLC 第3弾でやってきてくれたので、ぜひ一度お試しください。最後に紹介する守護霊はアマビエになります。アマエビではありません、アマビエですね。こちらですね去年かなり有名になったので知っている方も多いかなとは思いますが、自身の姿を絵に描かせるとその絵がですね病魔を退ける効果があるっていうですね、今の時代一番求められている守護霊なのかもしれませんね。一体どんな能力を有しているのか早速見ていきたいと思います。それではアマビエの守護霊技いきたいと思います。このようにアマビエが飛び出してポンポンポンと3箇所にですねこのように HP をね回復してくれる泉というかエリアをですね作ってくれるんですよね。こちらの回復のこのエリアなんですけれども、陰陽術にもあるこちらですね活原符、これと同じ効果ですね。回復量ともう全く一緒かなと思います。活原符と同等の効果のものを一度に3つ出現させられるという非常にね便利な技となっております。こちらオンラインプレイでね常世同行なんかをやってる際に使ってあげれば、自分含めて仲間もね一気に HP 回復することなんかも可能かなと思います。
そしてこちらですね、実は回復だけではなく敵に当てるとですね、はい、このように非常に蓄積量の高い上属性のね攻撃をしてくれるんですね。ただし当てるのはちょっと難しかったりもします。一応物理ダメージもそして与えること可能です。アマビエこれポンポンこの跳ねるね姿が非常にね可愛らしいんですよね。ほらすごい可愛い、ピョインと。続いてはアマビエの守護霊の過去を見ていきましょう。特筆すべき点としては薬の使用時に不利効果を解除 100%、 そして薬の使用時に誤診の効果を得ると、この2つかなと思いますね。薬の使用時に不利効果を解除 100%、 こちらはこの吉川の家紋の加護、薬の使用時に不利効果を解除、こちらと全く一緒ですね。こちら今は 70% になっているんですけれども、役職を最大まで高めることでちゃんと 100% まで持っていけますので、アマビエのオプションと全く同じ効果になります。そしてもう一つですよね、薬の使用時に誤診効果を得られると。陰陽術の誤診符と比べてどの程度違いがあるのか簡単に実験してみたいと思います。まずはアマビエの効果である薬使用時の誤診効果、これを得たいと思います。はい、以上のようなダメージでした。ちなみに敵の攻撃を全く食らわない場合であれば100秒間の間維持することが可能です。続いては陰陽術の実力671、この状態で使う誤診符と比べてどうなのか比較していきたいと思います。それではまずは誤診符を使って先ほどと同じ攻撃を食らってみたいと思います。はい、先ほどと同じ攻撃を食らったんですけども、まだね誤診符が残っていますね。はい、ここでやっと効果が切れました。以上のことから誤診符の方が性能が上だということが分かりました。薬を飲むだけで簡易的なねこの誤診符の効果をさっと得られると考えられると有効なんじゃないかなと思います。ただし高難易度のステージでは敵の攻撃力が半端じゃないので、あまりね過信はしすぎたらダメかなと、そのような印象ですね。以上、なんか見た目も可愛らしくておそらく今の時代一番仲間になってほしい守護霊ランキング1位のこちらのアマビエ、ぜひ皆さんこちらの癒し効果得てみてはいかがでしょうか。それでは今回の動画は以上にしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もし気に入っていただけましたらチャンネル登録そして高評価もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。